この項目では2014年シーズンの J リーグディビジョン2について述べる。1999年に J リーグディビジョン2が開幕してから16年目を迎えるとともに J リーグが3部制となって初めてのシーズンとなった。若手選手の出場機会を確保するため J1J2 に参加する40クラブの22歳以下の選手を対象として J リーグアンダー22選抜が新たに作られ、カイリーグである J3 リーグへ参加した。2014年シーズンの J2 のクラブ数は前年同様の22。2013年の J1 で16位の湘南ベルマーレと18位の大分トリニータが2012年以来2年ぶり、17位のジュビロ岩田は初の降格。JFL からは前シーズン J2JFL。 入れ替え戦を制した釜玉レサヌキが初昇格。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。2014年より J3 リーグが発足したことに伴い、J2 の成績回クラブとの入れ替え対象になるリーグが、これまでの日本フットボールリーグから J3 リーグに変更された。基本的には J2 の22位が次年度の J3 に自動降格。 J3 の1位が次年度の J2 に自動昇格し、J2 の21位と J3 の2位が入れ替え戦を行う。ただし、J3 で2位以内に入ったクラブが、J2 ライセンスを得ていない場合、及び、J3 に特別参加する、J リーグアンダー22選抜が2位以内に入った場合は、条件が変わる。詳細は、J2J3 入れ替え戦レギュレーションを参照。 11月23日に両リーグの全日程が終了し、最終的に本来のルール通りに行われることになった。2013年12月17日に2014年の J リーグのスケジュールが発表され、J2 は3月2日に開幕し、11月30日閉幕の全42節462試合で行われた。2014FIFA ワールドカップ期間中も、 中断期間は設けられなかったが、リーグ前後半の折り返しとなる第21節と第22節との間の週末は第94回天皇杯2回戦が行われたため、リーグ戦の予定が入れられなかった。リーグ序盤から1年で J2 に降格した湘南が圧倒的な強さを見せる。指揮して年目となる総鷹司祭が確立させた素早い講師の切り替えで、 高い位置からボールを奪いに行くスタイルを継続させ、開幕節から j に記録となる14連勝を記録。第15節に愛媛に敗れ初黒星を喫するが、前半戦はこの1敗のみの20勝1敗で折り返すと、後半戦も好調を維持し、後半戦無敗のまま迎えた第33節で、京都と引き分けて2004年の川崎を上回る。 史上最速となる9説を残しての自動昇格権確定。第36説で J2 優勝を決めた。さらに年間価値点は101で、年間価値点が100を超えるのは2008年の広島以来6年ぶりである。また、前年の J2 で昇格プレーオフ進出に、あと一歩届かなかった松本は、就任3年目を迎えた。 ソリマチ工事の細部にまでこだわり抜いた戦術が浸透。地元松本出身で、元日本代表 DF、田中俊美学がチームを牽引し快進撃を続け、第11節には3位に、リーグ折り返し直後の第22節には、自動昇格権の2位に浮上。そこから一度も2位の座を譲ることなく、第39節の福岡戦で勝利して2位を確定。北越リーグ参入から年。 J2 昇格から3年での J1 初昇格を決めた。その一方で、前年の J1 から J2 降格となった岩田は、フロント陣を一新。2008年に大分をナビスコ杯優勝に導いたペリクレスシャムスカを監督に迎え、日本代表の経験を持つ FW 前田良一、DF 駒野智和、MF 山田大輝が残留。 さらにヨーロッパでプレーしていた、元日本代表 MF、松井大介が新加入するなど、シーズン前の下馬評では、J2 優勝、最低でも自動昇格枠と言われていたが、元 J1 チームを食ってやろうとする各チームのモチベーションの前に苦戦を強いられ、前半戦を終えた時点では13勝4分4敗で、松本を得失点差でかろうじて上回り2位につけるも、後半戦に入ると、 さらに失速し、第33節終了時点で3勝4分5敗となった時点で、シャムスカを解任。後任に、岩田の黄金期を支えた、七海博士を招平するも松本に追いつくことはできず、逆に終盤で6戦連続未勝利を喫するなど、失速、第39節で、松本が昇格を決めたことにより、サニー以下が確定、プレイオフ出場にかけることになった。 昇格争いの一方で、この年は、ホームスタジアムの関係で、J1 ライセンスが交付されない北九州が躍進を見せた。常は、守備的な人形を敷きながらもごくわずかなタイミングを見計らって、手数をかけずに攻撃する、柱谷光一の戦術が浸透し、最終盤まで岩田に迫るなど躍進した。J1 昇格プレーオフ進出要件となる六位以内の争いでは、 前述の岩田や北九州のほか、第41節終了時点で、千葉、山形、大分の5チームが、勝ち点差3の中にひしめき、3位から7位となる、可能性を残した状態で、それぞれ別のチームと戦うことになった。最終節で、岩田はアウェーで、札幌に引き分け、千葉はアウェーで、さぬきに勝利、北九州は、横浜 FC に、山形は、東京 V に、 大分は、湘南にいずれも敗れ、最終的に3位、千葉、4位、岩田、5位、北九州、6位、山形、7位大分の順となり、J1 ライセンスを保有している千葉、岩田、山形の3チームが、J1 昇格プレーオフに進むことになった。残留争いに目を向けると、富山、東京 V、佐抜きの3チームが低迷。いずれも一度も一桁順位につけることはなく、 終盤まで3チームで残留を争う混戦となった。このうち東京部位が第31節終了後に三浦康都市を解任、東京部ユース監督だった樫剛一が監督に就任すると、課題だった失点が徐々に減っていき、第41節の群馬戦で J に残留を決めた。なお、最終順位は20位である。また富山は開幕から九試合連続未勝利、 第十節の松本戦で初勝利を挙げたものの、第十五節のサヌキとの直接対決で一の二で敗戦した後は一度も再開から抜け出せず、最終的に第三十九節で再開が確定し、J3 への降格が決定した。J2 初参戦のサヌキは、開幕から十四試合連続未勝利で再開に、低迷していたが、第十五節の富山戦に勝利を収めると再開を、 脱出、そこからは一度も再開に転落することはなかったものの、最終的には21位で、J3 で2位の長野と入れ替え戦を戦うことになった。最終更新は2014年11月23日、第42節の試合終了時施点、J リーグデータサイト順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数、1J1 ライセンスを保有するクラブのみ、 J1 自動昇格、プレイオフ参加か。J2 ライセンスしか保有していない北九州が、最終順位で5位になったためプレイオフの方式が変更され、残る3チームのうち最上位となった千葉がシードとなり、第1戦は4位の岩田と6位の山形で争われた。J3 リーグの上位2チームが、いずれも J2 ライセンスを得たことから、最下位となった富山は、杖原金沢と、 入れ替わり2015年は J3 リーグへ降格。21位のサヌキは J3 リーグ2位となった AC 長野パルセイロと残留をかけて入れ替え戦で争う。最終更新は2014年11月23日の試合終了時出展。J リーグデータ1差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。 ゴイのギラバンツ北九州は J1 ライセンスを保有しておらず、出場資格対象外のため3チームでの対戦となった。2014年11月23日の試合終了時出展 J リーグデータ事前にファンの投票により各クラブの最高得票者1名が J2 エキサイティング22としてノミネートされる。その22名の中から 当日の J リーグアウォーズ観覧者の投票によって、最も多くの票を集めた選手が、J にモ o s エキサイティングプレイヤーに選ばれる。優勝クラブ以外から選ばれたのは2年ぶり。DF の受賞は2年ぶり。ありがとうございます。